事な時に限って。このままじゃ怪我人が出ちゃう。つまりを解消するにもまずはこの暴れホースを抑え込まねえことにだ。完全にマンパワー不足だ。皆さん不甲斐ないですわよ。こうなったら私一人でも手伝いましょう。ネネカさん、どっち？ネネカ様、こうなったら水抜きに協力し、誰よりも早く自分の秘密物を回収するのが得策。さすが我が主。お待ちしておりましたわ。よし、抑え込んだ。今だ。幹部はここですわね。ちょっと待って。すみません。大丈夫か。海水しこたま飲んじまったんじゃねえのか。苦しい。大丈夫だ。水じゃないものしこたま飲むの慣れてるっていうか、あ、全然大丈夫。抜くわよ。気を取り直していきますわよ。海の水抜くぞ。全部抜くぞ。さあどうする。協定を飲むか。海を汚す共存協定なんて飲むわけが。これでもか。音量マー。他人の秘密が全部丸聞こえだ。これはまずいぜ。聞く方も聞かれる方もまずい。秘密は恐ろしかろう。欲深いくせに器の小さい貴様らには行政しろものだ。分かったならさ、協定を飲め。無様ですね、天下の豪傑令嬢が。ネネカさんのおっしゃる通りでした。他人の秘密など暴いてはいけなかった。私は秘密を持つことが必ずしも不誠実だとは思いません。言えない。友達の恋人を好きになったなんて絶対に言えない。言えない。好き、嫌い、妬ましい、独占したい、全部口に出したらどうなると思います？人は誰しも欲深い生き物だからこそ、世界の安寧と調和を守るために秘密を守るんです。守らなければならない。反論の余地もございませんわ。その通り。さあ秘密に怯え、ヒューレス、そしてわしに共存を請うのだ。ですが、必ずしもそうでない場合もあるようですね。はっ、今こそ輝け我が正義の光。デカダントライト、見られろ。なんだ、なんだ。
方々から秋野さんたちにお話があるそうですよ。え？